失礼します。なんでこりゃ。いつでも来いとか言っときながら、もぬけの殻じゃねえか、あのじじい。ちょいとお侍さん。北斎さんなら五軒隣に引っ越したよ。はあ、引っ越す意味があるのか。1、2、5。わっちょ、すまねえ、怪我はねえか。なんともないよ、俺も往来で邪魔したね。あ？筆で地面を撫でてる？何やってんだ？見りゃわかんだろ。いや、わかんねえよ。鉄像に用なら中にいるよ。鉄像？北斎先生をそう呼ぶってことは、あんた先生の娘さんかい？まあね。なあ、本当に何してんだ？筆で感触を覚えてんだよ。筆で実物をなぞった感覚を紙に写す。そんなんで絵が描けたら苦労ねえわ。これが俺のやり方さ。小さい頃から親父の絵を筆でなぞって、そこに込められた魂を吸ってきた。だから感じるよ、万物に宿る魂を。俺の瞳に魂は姿を結ぶ。俺が見たところ、あんたの腹はぐにゃぐにゃだ。これでもちった鍛えたら。そうじゃねえよ、覚悟の話だ。何者になるか決めねえとこのまま、くたびれて指名だぜ。どうに言ったはったりだ。初対面で何がわかる。言ったろ、魂が透けてんだよ。おら、魂なんざわからねえが、着物の上からあんたの裸が透けて見えるぜ。このすっとことこい、おととい来やがれ。うるせえぞ。あの若えの小編置いてきやがった。やる気だけはあるのかね。癖はあるが、読みやすい字を書き上がるうめえ字だ。が、こういう字を書くやつの人生はネジ花みてえにぐるぐるする。ひねくれもんのねじりんぼうよ。ご機嫌はどうで、皆の衆。今回は野郎どもの髪型について突っ込んでいくとするかね。善次郎の髪型は総髪ってやつで、医者や老士に多く見られた。頭を剃って酒焼きを作らねえのが特徴だ。実際の善次郎はちょんまげを言ってたようだが、これ創作の世界じゃイケメン設定は総髪ってのが相場だろうが。さて、図にあるのがおなじみのちょんまげ。一口にちょんまげっつってもいろいろ種類があらな。全体的に庶民は酒焼きが広くてまげは小さめ、武士は酒焼きが狭くてまげが長いっつう傾向があった。時代によってちょんまげスタイルにも流行があってよ。はっちゃけて歌舞伎物を気取る輩もいたが、風紀の取り締まりが厳しい幕府や諸藩の金盤武士は江戸時代を通じて大した変化はなかったな。でもって、こちらがいろんなちょんまげだ。二丁まげには小一丁、老君風、一丁つぶし、稲瀬風などなど。本田曲げにも若様本田、古来本田、山井本田、豆本田、
金魚本田などなど、他にも糸瓶や若しゅまぎ、まだまだあるぜ。乱世の世が終わって洒落気を出す余裕が出てきた江戸時代、男も女も貧しいながらも日々を彩るのに大忙しだったのさ。もし近頃どうにもさえねえなって御人がいたら、ちょっと髪型を変えてみちゃどうだ。気分が変わりゃ運気も上がる。それじゃ次回までお達者で。